やあハローこんばんは。はい、現在12月4日土曜午後9時5分になろうとしますね。さあ今日はうちの方が仕事ですんでね、アニメ見てきておりますけれども、はい、先ほど最果てのパラディン1話見終わって、さあ今から2話いきたいと思います。はい、では、自己紹介。僕はマジラジオ芸人ハマーと言います。一生瓶乗ってジャグリングしてハーモニカにそしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、はい、この本の著者であり現在40歳芸歴は16年目のマジシャン大道芸人パフォーマーやってます。やればできる諦めない、これを伝えたくて、25歳で会社員を辞めて、パフォーマーになり、主に子供たちの前でショーをしてますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、貯蓄切り崩して生活しています。めっちゃ自粛してます。その自粛中にアニメにハマりまして、約1年8ヶ月で540作ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターを真剣にやってますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、僕の自己紹介、ホームページ、SNS 各種、PV、プロフィールなどはすべて説明文にまとめてます。チェックよろしくお願いします。で、過去のアニメリアクションに関しては再生リストに、作品ごとにですね、まとめてますんで、こちらもチェックしてみてください。ただほとんど残ってないんです、すいません。そして来年の9月、でかい発表がありますんでお楽しみに。さあということで今日はね、何見たっけ、大正乙女おとぎ話のね、9話、そしてデイジーミーツガール10話で、マイコさんちのマカラさん10話見て、SAO のアリセーション、ウォーオブアンダーワールドの、ね、22話23話見て、今最果てのパラディン1話見て、次2話ですね。いきましょう、ディアニメストアです。3、2、1、スタート。よう分からんけど、善悪という捉え方の違いってことね。ロック。ロック。
大きくなったら何歳や今。5日間。めっちゃ大きなったな。あ、13歳。もう5年経ったん。なんじゃこれ。悪魔の亡骸なんや。もう。あ、これ廃墟なんや。一人で。おう、明かりもなしで。アンデッドがいるわけね。ああ。ドラクエの骸骨みたいな感じだね。どんな前世やったんやろ。あと2年かほんなら。強そうやな。もう喋れるんかい。
ちょいボスみたいなもんかな。なんか言うとる。あ、魔法使うんか。沈黙せよ口よ。剣折れたぞ。ああ、これむちゃくちゃやばいな。ああ、拾うんか、槍を。なんか書いてあるの。ドワーフ製の槍。それは疑問やわな。ん？お、ここでサブタイトル出てきた。なんとかの剣じゃ読めへんけど、あれガス？起動せよ。おお、ゴーレム。は？どういうことこれ。なんでガスが。おお、鈍感眠る。なんやねんこれ。ガスを殺すの？
何やったんや今の。なんやこれ。匂い棒みたいなもんか。おう、おう。いけるな、サニカネが大事言うてたな。爆近い。反課長かいな。正座させられてたな。
いやなんなんめっちゃ気になるな秘密。ただただ秘密にされてる内容が気になるな。お、柳凪さんやないかい。異世界食堂のライオネスみたいなもんかな。約束の日。よいしょ。はい、まあ、あっという間に、あれね、1話から5年経ったらね、5年経って、まあ、なんか、とりあえずみんなの授業が厳しいなってきたということで、まあ、そんな中、ブラッドの授業で、あれ、初めて廃墟の街行ったんかな、その地下のダンジョンから抜け出してみいということで、あ、その前にあれか、まず、悪魔の、下級悪魔の亡骸を一撃で倒したか。ちょっと最初にマリーと喋ってた内容ちょっと忘れてしまいましたけども、なんか喋ってたな。もうあなたも13歳ねみたいな話だけど、ちょっと内容忘れたな。で、そこで小悪魔ちゃうわ、その下級悪魔の、亡骸かなんか倒して、初めて廃墟のダンジョンに行ったと。で、そこから一人で脱出してみーという、まあ、サバイバルかなの授業になった。
で、なんとかっていう小ボスみたいなのを倒して槍を手に入れた。ほなガスが出てきて襲いかかってきたと、ゴーレムを使って。でそんなガスに対して、殺してくれていいよと、ガスを傷つけるぐらいなら殺してくれていいよという言葉で、ガスがこれは授業じゃ、やりすぎたわい、あははは、何をごまかしてんのかなこれは、すげえ気になるな。でその槍を何解読かなんかしたら、先っぽが光って、絵に描かれた文字は伸縮自在をにするみたいな、如意棒みたいなもんですね、ドラゴンボールの悟空ので、今度ガスが、そっから何、地下ダンジョンによう入るようになって、探検一本で、で武器とかを手に入れて出てこいの中で、今度は金を取ってこいということで、博打を教えられて、3人ともマリーに正座させられたシーンはおもろかったですあれはガス足ないやんとか思いながらね、でそして、成人の儀での直前にはブラッドと戦うことになるやろが、わざと負けてくれと。その理由は一体なんや、まだ話せへんってことで、ひたすらそれが気になるな。で最後に、ちょっとよう分かってませんけど、成人の儀では何、神様を一体選んで忠義を、なんか誓いを捧げなあかんのかな、ちょっとよう分からんけど、例えてるのはどういうことやろう。成人になるのに、何やろう、職業を選べみたいなこと、全然ちゃうか、ドラクエでいうとこの賢者のと、じゃあ忘れたけど、そういうことかな、ちょっと分かってないけど。で最後になんか散髪してもらいながら、ついにヒゲが生えてくる年頃になってきたわねとかながら、でブラッドの素顔を聞いた。このブラッドの素顔っていうのがなんかのその伏線になってんのかな、分からへんな、ちょっとまだ、はい、ちょっとまあとにかくただただ気になる2話でした。なんなんやろね。はい、ということで最果てのパラディ2話でした。よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、現在ね、大道芸業界死んでまして、僕は昨年10話バイトエヴァーガーデンの10話のねリアクション動画を、3月27日に投稿したのをきっかけにアニメリアクションを始め、今1年9ヶ月目なんですけどもね、2ヶ月ほど前のね、1年7ヶ月目の時になんと1年5ヶ月分の、動画を失うという大きな悲劇を味わってます。詳しくは10月5日6日のね、僕の生配信のアーカイブを見てください。で現在この家は僕の家、家主は僕なんですけども、母がちょっとね東京から転がり込んできた形になり5年目です。なのでいてない時しかこうやって撮影できません。いてる時はもう様々な工夫をしないと撮影できないという状況の中で、今このアニメリアクターをやってますんで、これほどのハンデを背負ったアニメディレクターは世界で一人じゃないかと勝手に思ってますけどね、そんな中でなんとかやってきてますんで、ぜひともね、ご理解ご協力そして応援いただけると嬉しいです。はい、どうぞよろしくお願いいたします。まあ今根性を入れ直してね、まあその悲劇を乗り越え一からやり直してるところですからね、ぜひ応援してやってください。はい、そして一緒にアニメ楽しんでいきましょう。ただ僕はね、大道芸人パフォーマー、これが本業ですから、ホームページを見てほしいんです。PV も見てほしいんです。それで説明も貼ってますんでね。はい。まあ残念ながら自己紹介動画はもう全く再生されてないんでね。まあ残念としか言いようがないんですけども。まあ僕の実力不足。まあなんでね、コツコツ頑張っていこうと思ってます。はい。で、まあ大道芸にね、興味持っていただければ嬉しいですし、僕自身に興味持っていただければ最高やなと思っております。はい。以上、マジ大道芸人ハマーでした。どうもありがとうございました。では。